大島沙織選手、赤コーナーより桜選手の入場です。第2試合、ディープジュエルス49kg 以下5分2ラウンドを行います。青コーナー、 ACC 所属、大島沙織。赤コーナー、フリー、サクーロー。フラマソン、あとは第2試合が行われていきます。ディープジュエルス49キロ以下契約5分2ラウンドの戦いです。黒いコスチュームが大島沙織です。赤コーナー、さくら。この両者の対戦です。ラウンド1、第1ラウンドが始まりました。前に出ていく大島沙織が行く、蹴り足を掴んでいきます。この試合も序盤から、はい、アグレッシブですね。はい、もう自分が主導権を握るんだという、はい、そんな明確な意思が見えています。もともとはさくらとは、この対戦相手が欠場ということで、大島沙織が急遽の代打となりました。はい、前、果敢に前に出る大島。
軽快な動きですね。大島沙織は3歳から柔道をやってもう21年というキャリアを持っています。全日本アマチュアシュートトーナメントで優勝の経歴がある大島沙織、王者黒部湊斗も対戦経験があって見せ場を作ったというファイターです。そうですよね。フットワーク軽快に距離を測るのはさくら、前に出ていく大島。さくらの方は今年2月長尾とは先ほど戦っていました JK ファイター対決というのが注目になりました。判定で勝利を収めています。今これからの選手ですよね、さくら選手。そうですね、リーブ注目の逸材として話題を集めています。ベースがどちらも多分柔道ベースだと思うので、組み技の展開がどうなるのか。両者打撃もバチバチありますね。さくらの方はジュエルスアマチュアグラップリング4戦4勝と活躍を見せました。強いですね。はい、去年12月のディープ本戦でプロデビューをしておりますさくら、勝利を飾っています。バックを取っていくのは大島。そうなるともう互いにこうグラウンドにどう持っていくかというところですかね。そうですね、どっちも組は強いと思うので、はい、ただ打撃でも勝負できてたんで、多分どっちもこだわってはないのかなっていうのが、はい、うそうですね、なかなかこう目を離すタイミングのない、はい、瞬きをいつしていいのかという目まぐるしい攻防が展開されています。足をかけていくのは桜、しかしその首を取っているのは大島沙織。桜の首を抱えるような格好になっております大島です。どうでしょうこの位置、この体勢。繰り返して上になる。サイドポジションを抑えていくのは大島沙織。またげるか。いや、このあたり粘り強いですね。そうですね。さくらはこれどういうふうに一回こう逃れていけばいいですかね。もう一回返したい。はい、と思うんですけど、でもすごい大島さんがポジションを抑えているので、はい、そうですね、こう回っていきたいのかなと思います。右手を差すような格好で横を取っている。コツコツパンチを落としています。さあパンチを落としている。もがくのは桜、桜がもがいている。抑え込みが強いですね、はい、逃れたい桜。体を返す、体を返して立ち上がる。第1ラウンド残り時間1分を切りました。さあ今度は自分の時間にできるか桜。やり返しますね。展開がすごいですね、はい、今度は横から桜が抑えていく。残り時間は30秒。さくらとしてはもうこの体勢のままでこのラウンドを終えたいところですよね。そうですね、ポジション取って、はい、上からパンチを落とす。下でもがいているのが大島沙織です。残り時間が第一ラウンドはもう間もなく。さあ打ての声にこうしてパンチを落とす桜。第1ラウンド終了。ここで第1ラウンド終了です。いや1ラウンドいかがでしたか。 すごい試合でしたね、はい、取って取られてみたいな、うん、本当にスクランブルの攻防ももう目が離せないでしたね、はいはい、本当にそうですね。青コーナーはレイナがセコンドについてますね。レナ選手ですね。どういったアドバイスが届いているんでしょうか。
さくらもやられっぱなしではなくというところがありましたね、セコンド、セコンド序盤には打撃もかなり両者、そうですね、打撃の応酬もありましたね、はい、さあ2ラウンドはどういう風な展開でどういう状況が続いていくんでしょうか。第2ラウンド最終ラウンドの開始です。タックルに行ったのは大島沙織、切っていくさくら、タックルを狙っていきましたね大島、はい、テイクダウンに行きましたね、はい、しかし上になろうというさくらです。相手の足を持っているさくら、上からパンチを落とそうとする、この両者の戦いのこうキーポイントっていうのはどういうところだと考えますか。難しいですね、ちょっとベースがどちらも組み技だと思うので、こう抑えて、まあ、どちらが自分のいいポジションになるかというところですかね、はい、さあ今は桜が上になっています。少し大島の方も休む状況になっている。マウントポジション跳ね返そうとする大島、第1ラウンドは大島のこう上になっていてというのが序盤にありましたけれども、はいはい、ここは桜がやり返す格好ですね。そうですね、現在17歳の桜です。ここは冷静に組み立てようとしていきます。その足をしっかりと絡めているのは大島、はい、背中を向けようとする、さあひっくり返せるか、ひっくり返せるか、両足を開いてそのまま桜の手を取っている、はい、さあ今度は大島の反撃だ、腕を決めていけるか、桜がこらえる、体勢どうですか。ちょっと怖いですね、はい、入ってると思うんで、でも女子柔らかいんで、あそうですよね、とかもいると思うんですけど、はい、あここでレフェリーが止めた、勝者大島沙織、天を仰いだ大島、いやここも死力を尽くしましたね、はい、本当に目まぐるしい展開の試合で、はい、こちらにも優勢なところがあり、はい、見どころがある試合でした。テクニカルサブミッションによりアコーナー大島沙織選手の勝利でございます。テクニカルサブミッション2分10秒で大島沙織が制しました。いやこの一戦はどのように映りましたか。やっぱりさくら選手若くてすごい勢いもあって強いんですけど、はい、大島選手が経験でその技で返したのかなというふうに見ました。いや急遽の代打で出てきて、はい、この結果を残す、すごいですよね、はい、2ラウンドも序盤はさくらが優勢にというところもあったんですけれどもね、はいはい、それでは終わらず、はい、返しましたね、はい、あの中でも冷静にということなんですね、はい、はい、見応えのある攻防を制しましたのは大島沙織でした。急遽の代打で登場したこの一戦、見事な勝利。さあそれではその勝った大島沙織のマイクをお聞きいただきましょう。まずは大島選手、見事勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まずは率直な心境をお聞かせください。川西麻衣選手の代わりに出させていただきました。ファーストの川西選手は高校大学と柔道の時すごく練習してもらっていて、本当に柔道の時からストイックで強い選手です。きっと今回出れなかったことでとても悔しい思いをしていると思うので、私が言える立場ではないんですけど、川西選手がここで
リンクの上でデビューするのを皆さん楽しみにしていてください。私が一番楽しみにしています。今日はまだ彩香さん、ミキが出るので応援よろしくお願いします。今回の球場川西選手の代わりとして参戦になりましたが、相手は球のある坂谷選手でした。坂谷選手の印象、そして対策などどんな感じだったでしょうか。正直対策は少ししかできていなくて、やっぱり前回試合で負けてしまって、負けたイメージの方がとても強くて不安なまま試合に臨んだのが事実です。けどこうやって勝てたので、またこれからも勝ち続けるようにしっかり練習したいと思います。ものすごくある勢いで、今日は勝利を収めました。最後に会場にいる皆様、そしてご覧になっている皆様にメッセージと意気込みをお願いいたします。本当に今回の試合、やっぱり強さを見せることができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいです。また強くなって皆さんの前で戦えるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。見事勝利を収めました大島選手でした。今一度セラーショーお願いいたします。インタビューでした。急遽の欠場でありましたが、見事にこの結果を残し、なおアピール、この後の戦いにも注目していきたい大島沙織が第2ラウンドで一本勝ち勝利を収めています。